こんにちは、FA ラボラトリーです。今回は簡単に素早く生誕ができるパンドイットの TX6ATM RJ45 簡単生誕シールドモジュラープラグの紹介です。生誕補助工具を使った取り付け方や注意点、外し方を紹介していくので、動画を見ながら一緒にやっていきましょう。今回使用したのは、左から EGPT RJ45 簡単生誕モジュラープラグ専用生誕工具 FPS6X88MTG RJ45 簡単生誕シールドモジュラープラグ PUC6AV04BU-EG ランケーブル、この3点を使い生誕をしていきます。取り付け方についてご紹介していきます。ケーブルのシーズを5センチほどカッターで剥離します。軽く押さえながら回していきますが、深く刃を入れると中の線を傷つけてしまう可能性があるので気をつけましょう。シールドテープは下に折ります。次に介在物の根元をカットし、青、茶色の撚り線を1センチほどカットします。ケーブル押さえを入れていきます。側面のラベルと同じ色の線が入るよう気をつけながら入れましょう。一番奥まで入れたら、生誕工具でケーブルを挟みぐっと押し込んで圧着します。軽く手で引っ張り、抜けないか確認してください。次に、撚り線の途中をほどき、ラベルに合わせてはめ込んでいきます。今回は B 血栓で作っているので、ラベルの B と同じ色のところに入れます。全部の線が奥まで入れることができたら、キャップの面に沿って余分な撚り線を
カットします。最後にプラグ本体と合体させていきます。プラグ本体との向きに注意しながら入れてください。生誕工具にパーツをセットし押し込みます。余ったシールドテープを切ったら完成です。今度は取り外し方の紹介です。マイナスドライバーをプラグ本体の爪に入れ浮かせます。ある程度上げたらそのまま引き抜きます。力が必要になりますので反動で怪我をしないよう気をつけてください。これで取り外しは終了です。再生誕は最大20回可能なので、トータルな施工コストの削減ができます。とても簡単に生誕ができましたね。この生誕工具は軽量でコンパクトなので当社の女性社員2名も軽々作ることができました。しかし取り外す際は力がいりますので力の弱い方だと難しいかもしれません。怪我をしないよう気をつけてくださいね。紹介した商品はいずれも当社が運営している EC サイトエンジェルハムショップジャパンにて販売しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。